皆さんこんにちは。今月もやってまいりました、キラキラチャンネルパート2宇宙ナウのおまけコーナーです。このコーナーでは西播磨天文台の月刊広報誌宇宙ナウから面白かった記事を一つピックアップしてお送りします。今月8月号からは面白天文学、系外惑星の撮像技術その後をお送りします。それでは記事を執筆した津村屋研究員、よろしくお願いいたします。はい、では今日はお話を聞かせていただくんですが、我々2人の他に今日はスペシャルインタビュアーの方にお越しいただいています。それでは早速ご紹介しましょう。サイエンスティーチャーの柴原由香さんです。どうぞ。お久しぶりです。柴原由香です。今日は、津村屋さんの記事についていろいろと伺っていきたいと思います。では、はい、早速なんですけれども、はい、系外惑星というものは私にとっても非常に思い入れのあるものなんですけれども、まず私が思い入れがあるのはこれを間接的に撮像するという作業をずっと大学の時にさせていただいてたんですけれども、これは直接撮像できるようになったという、まず復習の段階なんですけど、はい、まあ、前段階 の, お話をどんなものなのかお聞きしたいなと思います。直接撮像というのはまずどのように行われているんでしょうか。はい、まず、まあ、系外惑星というのは私たちの太陽系以外のお星様の周りを回っている惑星で、それを直接、まあ、映すということなんですけれども、お星様をまともに撮ろうとすると系外惑星は真っ暗で映らない。系外惑星を、ちゃんと撮ろうと思うと今度はお星様が真っ白になって画面そのものがね、明るくなっちゃうんで系外惑星が埋もれて映らないという、そういう問題があると。でそれにいろんな工夫を加えてきて、直接ね、その系外惑星の姿を写真に撮ろうって努力してきて、ようやくそれがここ数年で実ってきたと、まあ、そういうことになりますね。ではその直接撮像を行う具体的な方法を教えていただきたいんですが、一つあるのは、まあ、昔からあるコロナグラフっていう方法ですね。明るいお星様自体をこう黒い遮蔽物を使って隠してしまうと、人工的に、まあ、日食を起こすなんてよく説明をしますけれどもね、それをお星様に対してやって、で、お星様が、まあ、明るく映んないようにして、で惑星をもしくは星の周りにあるものを映そうという方法がありますね。ちょっと考えると綺麗に本当にお星様の絵が消えてしまうように思うかもしれないんですけど、光ってそんな簡単ではなくて、こうやって手で覆って隠そうとすればその覆ったものに光が当たって散乱して周りに光が散ったりしますので、そういう影響も考えると、実はその系外惑星の撮影一番乗りしたのはそういう特殊な装置は使わないっていう方法が、まあ、実は一番乗りをしたんですよね。お星様と惑星を一緒に、まあ、何も工夫しないで撮ってしまって、それでお星様の明るい部分は画像処理で引き算して撮ってしまおうと、まあ、そういうのがまず成功の一番乗りになってきましたね。あともう一つ画像処理の工夫で面白かったのは、ヨーロッパの VLT っていう8メートルの望遠鏡4台あるうちの1台ですけど、それで撮った方法はお星様が露出オーバーになっちゃったって、まあいいやっていうことをやって、で結局露出オーバーしたって引き算してどうせ明るいところはいらないんだからで引き算してしまえばいいやっていう、思い切ったことをやったと。でもう一つこの記事の中でこれは次世代のコロナグラフなのかっていう、話として紹介させていただいたものに、その光渦っていう現象を使った新しいその星の写真の、系外惑星の写真の撮り方っていうのが
あるんです。ちょっとね、あの分かりやすく工作してきたんでご説明しますと、まあ、詳しいあの物理的な、ね、現象の話は抜きにして言えばですね、あの光図を作るそういうぶあまあまあなんていうんだろうな、ものっていうのはあのパッと見透明なフィルターです。宇宙空間とか、あとはその最近8メータークラスの望遠鏡に積まれている補償光学と呼ばれる大気の揺らぎを除去するような特殊な装置を使って、あの望遠鏡で、ね、受けた光っていうのはこういう平面、これ光の波面です。この紙のところを、光の波だと思うわけですね。こういう光の波がこれを通過すると、平面波がね通過すると光渦っていうものが発生すると、ね、これ光渦っていうフィルターを通してこの渦巻きに1回して通して、それから図を結ぶとですね、一点に集まるはずの、はい、中心性の像が輪っかになるんですよ。こういうふうに、ほんと輪っかになっちゃうんですね。で、こう一点に集まってる時っていうのは、見たい惑星はこの集まってる光のすぐ近くにいるわけです。だから眩しくて映んないと。だけどこう光渦っていう名称を利用して輪っかにしてしまうと、見たい惑星はこの輪っかの黒く抜けた隙間にいるわけですから、それで惑星がうまく写せるよと。でそれがこの写真なんですね。こちらですね、本来だったらここに3つ惑星があって、ここのスターって書いてあるところにギュッと光が集まってそれに隠されちゃうはずなんですが、この星の光を光渦って現象を作って、この惑星を写ってる画角の外に輪っかになってしまってるんですね。つまり光をどかしちゃってるわけです、邪魔な光を。でそういうようなことをやって写してて、で、うまく成功してると。ちなみにナユタでは挑戦されないんですか？そうですね、後継的にはね、やってやれなくはないっていうことはあるんですけれどもね、ナユタ望遠鏡にはね、まず AO がない、AO って補償光学系ですね、補償光学装置はないです。あとは干渉系は使えないですね、望遠鏡1個しかない。まあやればできるかもしれないですけど、お金もかかるし、まあやるとしたらやはり画像処理的な方法で何かしらできないかっていう、ことになると思いますね。あともう一つはカメラの性能の限界があるから、明るいものと暗いものが同時に映らないんですよ。なのでカメラに関係した技術でもって明るいものと暗いものを同時に映せるような技術っていうのが発展してくると、他の新しい真ん中の星の光を減らすっていう知恵以外の方向性でもって何か観測的な精度が上がるっていうことは起こり得るかもしれないですね。そういった画像処理とかカメラに絡んだ工夫っていうのをナユタではやってって、で系外惑星を撮るとこまでいけるかどうかは分からないですけれども、の新しい知恵っていうかな、そういうものを、まあ、提案できていけたらいいかなと、まあ、そういうふうには考えてますけどね。ナユタでそういった撮影が行われたというニュースを聞くのを楽しみにしています。いつになるか分かんないですけど、はい、ありがとうございました。はい、どうも。さて今月のキラキラチャンネルパート2、大気揺らぎとの戦い、そして惑星探しの知恵比べのお話、いかがだったでしょうか。また新しい発見がされたり、ナユタでもし成功したらこの番組でお伝えいたしたいと思います。それでは今日の今日のキラキラチャンネルはここまでです。今日は柴原さん、津村さん、そして私3人でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。